準備はできた。行こう。あまりジョイスを待たせたくない。ほんまに大丈夫？ベルトさん、まだ疲れてるように見えるけど。ありがとう。体はもう大丈夫だから心配する必要はないよ。ジョイスの保護者として失格だ。彼をこんな危険な場所に連れてきてしまうとは。帰ったらもう一人の保護者に顔向けできないな。きっと怒鳴られるだろう。それについては心配いりません。司教様がすでに動いてくれていますから。それと必要のないトラブルを避けるために ET スタジオの方には店名が勝手に出張の延長を申請しておきました。帰ったら。キャロル、興奮しすぎよ。一つ言っておくけど、ベルトさんの仕事についてはちゃんと資料に書いてあったわよ。長いんやで。古い87年バンド魔剣神器アラハトまで見とるんやから。あ、ごめんなさい。あまりにも驚いたからつい。続けてください。では、ベルトさんが問題ないのであれば基地に戻りますね。ああ、問題ない。俺も共に戦うぞ。申し訳ありません。司教様の命令はあなたを無事に天命本部に送り届けることです。そのためあなたの参戦は認められません。第三小隊は何があってもあなたをお守りします。
ですが、そのためには協力が必要です。ご了承ください。メイさん、君は俺の状況を知っているはずだ。引退して時間は経つが、鍛錬をおろそかにしたことは一度もない。君たちの足手まといにはならないさ。せやで、さっき助けてくれたもんな。者が味方してくれるんなら心強いに決まっとるよ。わかっています、ベルトさん。あなたの実力を甘く見るつもりはありませんが、あなたにリスクを負わせることはできません。これは私の最終決定です。わかった、メイさん。君がそこまで言うなら俺は君たちを信じる。手は出さないが、戦闘中遠いところから君たちをサポートするぐらいなら問題ないだろう。感謝します、ベルトさん。では出発しましょう。戦場に到着。わかった。一気に潰そう。了解。遅い。
を拾ったで。うん、風が強い。髪が乱れるよ。時間がない。急ぐわよ。舐められているようね。何？と、せ、や、と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 、覚醒する。先輩、この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。ああ、任務の資料は全て頭に入っている。戦場に到着。あなたとキャロルはちゃんとベルトさんを守ってね。第三小隊、行動開始。わかった。一気に先手必勝。有利な状況を作るぞ。エデンの星、遅い。燃やし尽くせ。
素材習得。この道は前にも歩いたような、気のせいか。隊長、出撃させてください。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。素材習得。わかった。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。了解。この道は前にも歩いたよ。すごい、さすがベルト。燃やし尽くせ。任務の資料はすべて頭に入っている。わかった。隊長、目標を発見しました。この先にあります。こんにちは。君は誰？俺を助けるためにわざわざここまで来てもらって申し訳ない。いや、
俺が困っている時に助けてくれたんだ。ありがとう、礼を言う。これからの予定は？教えてもらっても構わないかな。しかし、君たちはセントフォンテーヌを調査するんだろう。俺の経験上、この都市には巨大な陰謀が隠されている。このまま放っておくと、大崩壊に勝るとも劣らない危機に見舞われるかもしれない。俺も今回の行動に加わりたい。君たちの力になりたいんだ。セントフォンテーヌの黒幕は俺を狙ってきたのだから、君たちの戦う姿を俺が後方でただ見ているわけにもいかないだろう。君の言う通りだ。ジョイスにはまだ自分を守る力がない。ここにいるのは危険だ。そういえば、ベルトさんがうちらを助けてくれたとき、開口一番ジョイス君のことを聞いとったよね。ええなあ、先輩。これってドラマのワンシーンみたいやと思わへん？あなたって思ったよりも感情移入しやすいのね。意外や意外。さあ、親子水入らずの時間にしてあげましょう。補足した音声は聞いたかしら？何か気になる点は？
あなたも気づいたのね。ええ、誰と話していたのかしら。彼は相手のことを天上の人と言って歓迎し、人類の言葉を教えると言っていた。これはセントフォンテーヌに出現した謎の生き物と関係しているのかしら。あなたはどう思う？私もそう考えているわ。あの音声を聞いた後、類似した音声を捕捉できないか音波追跡機をいくつか設置しておいたわ。時間があったら回収しましょう。追跡機の位置をマークしておいたわ。指示に従って回収しましょう。この道は前にも歩いたような、気のせいか。どんな敵も見逃さないで。出した。
先輩。うまくいけば、あの音声がどこから届いたもの。追跡機が類似した音波を捕捉したわ。出どころは案の定、空中の不明飛行物体よ。今後もそういう音声を捕捉するかもしれない。黒幕の秘密はこれらの音声にあると、私の勘がそう言っているわ。よくやったわ。先輩、ちょっと相談に乗ってほしいんやけど、今回ほんまにやらかしてしもうたみたいで。隊長が昔みたいに優しくしてくれへんのや。頭をなでなでしてくれへんし、腕を組んで街を一緒に歩いてもくれへん。ほんま？旗から見るとそうなん？元気が出えへんねん。なあなあ、散歩に付き合ってくれへん？先輩。
任務の状況とか話し合いながら気分転換でもどうやろう。先輩、うちの気持ち、わかるやろ？自分のせいやってわかっとるけど、そない大事やないし、少し反論したい気持ちもあるけど、口にできへんのや。今のうちはこう、そう、鬱屈しとるんや。いや、この鬱屈を発散する。先輩、今は真面目な話をする気分にはなれそうにないんや。どこに行く？わからん。とにかく歩いてみる。了解。わかった。了解。この道は前にも歩いたような、気のせいか。わかった。隊長、目標を発見しました。ここに置いたんやろ。殴ってみる。爆発はストレス発散。どつくなら先輩。どこ行くん先輩。出発出発。この子羊かわいいから、ドツくんはちょっと心が。じゃあ帰るか。あかん、まだすっきりしてへんよ。力がみなぎっちゅう。枕4度出発。
素材習得。体を動かしたら気分がようなってきた。やっぱ良くない。今は後悔しとる。めっちゃ後悔しとる。こんだけ殴ったら腕と太ももが太なる。いやいや、殴らへんと気が晴れへんし、殴ったら後悔するし、全部うまくいく方法はあらへんのかな。試したよ。ピアノ、バレエ、ショッピング、時計修理、全部効果があらへん。まあショッピングはいい発散になるんやけど、貧乏やから。体を動かすのは割と好きやけどね。適度に体を動かすのはスタイルの維持になるけど、もし部位を間違えたら嫌やろ。体中が筋肉だらけとか可愛ないもん。ママと同じタイプの人間や。言った言った、もう口きかへんよ。な、いやいや冗談やで。体調みたいやったらええのに。スタイルええし、細いところは細いし、大きいところは大きいし、とにかく隊長みたいな綺麗な女性になるって決めたから。でもママの遺伝子も入っとるから、遺伝的に筋肉はつきやすい体質やと思う。もうええわ、戻ろ。ぼちぼち発散もできたし。先輩、おおきに。後輩の文句を聞いてくれるところポイント高いで。キャロル、外に行ってたの？何かあった？ちゃいます。先輩に女の子の悩みを聞いてもらっとっただけです。女の子の悩み？先輩、言わんといてよ。
かないでおくわ。戦場でのチームワークの多くは日常生活で培われるものだからね。あなた、それからキャロル、ちゃんと仲良くしてね。そうだ、あなたとキャロルに任せたい任務があるの。詳細はキャロルが知ってるから、あの子に教えてもらって。はーい。あー、それな、急ぎやないって隊長が言うてたんやけど。情報を共有しとくで。結論から言うと、エネルギーがピンチなんや。先輩も知っての通り、うちらの補助装備は崩壊エネルギーを使っとって、さらにセントフォンテーヌでは崩壊エネルギー通信機しか使えへん。の消耗が予想をはるかに上回っとることに隊長は気づいたんや。そうや、あまりにも急やったから、本部の方も対応が間に合ってへんみたいでな。主教様が他の招待を支援に向かわせてくれとるんやけど、いつ到着するかわからへん状況なんや。自給自足や。本来ならこの世界の崩壊エネルギーの 99% は月に封印されとるから、地上に残された崩壊エネルギーはめっちゃ薄くて抽出するのがえらい難儀なんやけど、セントフォンテーヌには使えるものがあるって隊長が言うとった。とぼけへんの、あの交渉のことや。セントフォンテーヌの赤い結晶は地下の崩壊エネルギーが強制的に引き出された産物なんやって。ようわからへんけど、面倒な抽出や精製作業はせんでも大丈夫で、叩いて持って帰ればええみたい。
こないなもん。もらわなあそんやろ。ちゅうことで先輩、時間があったら一緒に交渉の収集に行こな。先輩、博士たちの話によるとこの交渉は、じゃあ一体誰が何のために作ったんやろな。わかった。たやすいこと。素材習得。わかった。結晶あちこちにあるし、考えれば考えるほど謎やねん。結晶の秘密がセントフォンテーヌの謎を解く鍵かもしれ。推理アニメやったら大体こうやんな。もうちょっと可愛い敵はおらんの。出発出発だね。材料拾ったで。
校に行かんでええなんて最高やん。見つかれたらまずい。準備枕4号出発。素材習得。この任務思ったより簡単じゃなさそうだ。分かった。これで十分やろか。交渉に足なんてあらへんし逃げたりなんだ。よし、もう少し。こちらの勝ちだ。材料拾ったで。出発出発。これで最後。しんどいよ先輩。今日うちらが体験したのが噂のマイニングバイトなんかな。そないに、はあ、大変やね。せやけどカバンに入っとんのが労働の結晶やと思うとちょっとだけ嬉しいもんやね。仕事って複雑や。はよ戻ろ。なんかある前に。この風景はええよな。カメラ持ってくるんやった。これが崩壊エネルギーの結晶なんやね。先輩、なんでこれは赤色やの？それも変な話やな。なんでセントフォンテーヌの崩壊エネルギーは土の中から出てくんねんやろ。誰かがそれを地面にばらまいてそのまま放っとくなんて。目的なんや。はあ、隊長に報告してくる。先輩、お疲れ様。
先輩、セーフレイヤ学園は懐かしい？一日千秋っちゅうのはこういうことやろ。天命と一緒に任務に出るんはおもろいけど、数日したらもう学校に戻りたくなるんや。クラスメイトに会いたいし、あっちの方が毎日にぎやかで楽しいもんな。そやで、先輩の噂話をしてたんもうちの友達やからね。めっちゃあるで。会長との話とか、先生との話とか、主教様との話とか、なんぼでもあるよ。だって男子やし、顔も悪くないから、学園の注目の的や。せやけど安心し、先輩のことはよう分かっとるし、どの噂も嘘やって知っとるからね。話を聞いて楽しんどっただけや。学校に戻りたいな。任務が早終わるとええね。一つ方法を考えたんだけど。私の考えが正しければ、多分透明バリアを抜けてベルトさん親子を無事に送り出せるはずだわ。すでにキャロルをあの道に向かわせたから、あとは彼女が戻ってくるのを待つだけよ。セントフォンテーヌから唯一外へつながる道の可能性が高いわ。隊長、ただいま。どうだった？
バリアから推定位置はおよそ2キロ。特に障害はなかったわ。全部隊長の予想通りやった。よし、出発しましょう。歩きながら説明するわ。これはベルトさんのデータを見ているときにひらめいたの。セントフォンテーヌの異常を隠すには相当手間がかかるはずよ。でも
外とのつながりを完全に切断することはできないわ。セントフォンテーヌに空港はないから、高速道路の通行データは比較的に散乱していて偽りやすい。唯一コントロールできないのは、カイロとセントフォンテーヌをつなぐ磁気浮上式鉄道よ。だから、もしセントフォンテーヌに透明バリアの影響を受けない出入り口があるなら、そういうこと。サード駅に行きましょう。そこが私たちの目的地だから。あ、隊長、ちょっと報告があるんやけど。出口を試すときに怪物に気づかれたから、ちょっと戦ってん。そやから今たくさんの敵がうちらを待ってるかもしれへん。敵を全員倒したら気づかれることもないって言った人に言われたくないんやけど。道が塞がれない限り大した問題じゃないわ。急ぎましょう。わかった。了解。ああ、わかった。キャロルの言った通りにしたわ。説明してくれるかしら。うん、一つ案がある。磁気浮上式鉄道を使ってみたいね。鉄路を探索した時怪物が追ってきてん。あそこが安全な道路なら敵にとっても同じやから。ジョイス君を連れてるわけやから、ベルトさんの行動速度は想像できるやろ。ここはやっぱり安全ちゃうよ。
でももし列車を使ったら、あのスピードがあればたとえ敵に気づかれても相手に打つ手はあらへんよ。真面目に考えたからね。そうね、やってみる価値はあると思うわ。セントフォンテーヌの状況はかなり怪しいし、ベルトさんの救出任務を完了した後、セントフォンテーヌに隠された陰謀を調査することになってるから。もしベルトさんたちを天命に送ってまたここに戻るとなると、かなりの時間ロスになるわ。キャロルの案ならベルトさんたちの安全を確保できるし、同時にセントフォンテーヌでの調査もすぐ展開できる。キャロル、私たちを地下に来させたのはこの案に何か問題でもあったのかしら？うん、今軌道が落盤のせいで塞がれとるから軌道を問題ない方に移転せんと。行こう、案内するわ。
時間がない、急ぐわよ。よそ見せず、やっ、目標地点確認。総員集合、出撃。目標地点確認、素材回収完了。足元に気をつけて、警戒するように。員集合、出撃。よそ見せず前に進みなさい。目標地点確認。崩れたようね。ここの構造は不安定だから気をつけて行動しましょう。電気機器の電源も入らなくなったようね。確認しましょう。集合、出撃。出発出発、材料拾ったで。風が強い、髪が乱れるよ。時間がない、急ぐわよ。総員集合、出撃。目標地点確認。集合、出撃。セット、やった。セット、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 やった。セット、セット、セット、よっ。
先輩。出発出発、どこ行くん先輩。了解。この道は前にも歩いたような気のせいか。素材習得。たやすいこと。待たせてしまって申し訳ありません。大丈夫でしたか？いや、ここは安全だったから。怪物は一体も来なかったんだ。まあ来たとしても俺は何とかできるかな。安全にセントフォンテーヌを出る方法を見つけました。なるべく早くベルトさんたちをここから送り出します。それはつまり前の提案はダメだということか？ベルトさんの決心は理解できますが、やはりベルトさんたちの安全が最優先ですから。わかった。ジョイスもいるからな。今回は任せたよ。ジョイスと荷物を片付けてくる。すぐに済ませるから、いつでも出発できるぞ。